はいどうも、はいどうも、こんにちは。宝くじ、ロト6を当てるということでね、私の自宅、なんか方角で言うと西の方に向かって行って宝くじを買えば、風水、お金の運気っていうのは西から来るらしいので、当てる気満々で西の方角に行こうと思いました。私の家は川、もうほとんど海が近いんですが、西って考えたら海なんですね。あ、海やんけ、ほなもう宝くじ売り場なんかないやんけっていうことで、 Google マップを開いて西、海を越えていったらどこやねん、和歌山かなって思っとったんですが、調べました。私の家はこの堺市のこのほんまに海のとこ、川沿いなんですが、こっから上西に向かっていきますと、なんと神戸三宮の方やったんですね。こっちが北なんで、私の家でもうこの北に定規を合わせてですね、僕の点を指しましてですね、これと直角に合わせた場所、ほんだらなんと住吉というところなんですね。三宮よりまだちょっと左の住吉、神戸市と三宮市の間ぐらいかな。ここがちょうどど真ん中、この住吉いうところ、これ駅なんで、ここの宝くじ売り場が僕にとって最大の金運のある場所やと思い、今から買いに行ってみたいと思います。では行ってきます。今ほんまに高速に乗って向かっております。目指すは住吉。見つけました、西に来た宝くじ。来ました。こんなん絶対嘘や。9、11、12。これはなんか来そう。なんか好きですね。よし、これを買います。はい。当たるバスを見ておいてください。今、自分家から西方向、さっきの受付の〇〇が笑顔やないと運を運ばないっていう宝くじマスターの発言通り、笑顔じゃなかったのでブスッとしてたんで、三宮まで来ました。で、見つけました、宝くじ売り場。ここの宝くじ売り場は笑顔であるように祈りたいと思います。買いに行きましょう。お姉さんが笑顔をやったんで当たります。当たりそうです。来週金曜日の笑顔なんで当たります。三宮、これです。ビンゴ5とロト6。受付のお姉さんが笑顔をやったんで間違いないです。6億。ありがとうございます。はい。人のこと考えすぎてそれがストレスになっちゃう。その通りや。ピンクの意味が幸せイエスってあるんですけど、お兄さんは幸せイエスが足りてない。なるほど、人のことばっかりするから。ほんならなんかそれでまた商売始めて、これを買うたらいけますよみたいな。あの、なるほど、俺買うわ。もうほんならすぐ。どれ、もう人のこと考えてようなんの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 。はい。カラーミツとナンバーなんですけど、なんでまずカラーミツかっていう説明から入るんですけど、はい、取っていいですか皆さん。はい、はい、おっしゃおっしゃ、ぼかし入れればな、ほんだら OK。 まあ後でぼかし入れる。インというのがあって、インっていうのがお兄さんから聞いて、
からみたいですよ。で、うん、予定のがここに書いてるとおり、あなたが叶えたい運気、まあ、頑張りたいことだったり叶えたい運気を合わせることによってバランスが取れてくるんですね、はい、なるほど。そうなんです。なんでお兄さんが、はい、今頑張りたいことだったり叶えたいことって言ったら何になりますか。やっぱり頑張りたいことは事業の成功とかやっぱりその金運ですよね、うん、俺もこの年やからさすがにネックレスはつけられへんから、うん、カバンに入れとくだけとかさ、あ全然そんなんでもいいみたいな感じでやってくれたらさありがたい。例えば、はい、チェーンにつけてっていうのもありますし、うん、まあ、それでも無理になる方は巾着袋をお渡しするんですね、うん、なるほど。その中に入れてカバンに入れとったらお守りとしてちゃんとなるので問題はないです。商売上手やね、レイさん。モザイク入ってるけど、はい、なるほど。ほんなら僕はカニ座の A 型なんで、で、お仕事で頑張って何をやってるんですか。一応はい、仕事頑張ってます。一応赤が仕事で、仕事で勝負になるんですけど、勝負になるんですけど、うん、いや僕ね、もう最近ね、まあ、仕事はもう従業員に任せてるんで、はいはい、どうしましょう。どう頑張っていきたいですか。勝負いいね。宝くじ当てるとかにしましょうか。宝くじ当てるんだったら、はい、金運だったら胸筋。あ、それいこう。胸筋運。胸筋、お金で。こんなんあんねや。胸筋。お金で勝負、それいこう。そうです。OK。はい。形にも意味合いが変わってくる、ね。はいはい。で、この下の形が波の形っていうので、うん、大きなチャンスをつかめっていう意味なんですよ。大きなチャンスをつかめ、うん、はい。で、真ん中のハートの形が形通りなんですけど、幸せをつかめ、まあ、心からの安らぎとかっていう意味合いがあるんですよ。おお。で、この上の形が一滴の形なんですけど、うん、まあ、あらゆる、まあ、困難を断ち受けて、まあ、永遠の広がり、まあ、無限の可能性だとかっていう意味があるんですけど。すげえな。この店来たら全員幸せやん、それやったら。でも、ナンバーって出したことありますか。自分そういうのか知らんすよ、教えてほしいですね。こうやって自分の西暦を誕生日1972年、はい、1972年。こんなあんねや、勉強になるわ。英和三宮、はい、うん、何月何日ですか。6月28日です。6月28日。6ぐらいで来てくれ。俺6 8か、いいやん、末広がり。あ、俺のソウルナンバー8、ね、ああいいわ、8もねえ、8、こういう方らね、8の特徴、おお、ね、傷つくことを恐れない。いや、傷つくことは恐れるわ。負けず嫌い、間違いないな。常に現状満足をせず上を目指せ、ああ、それもあるな。確実、常に強い自分でいたい気持ちは、それはあるわ。ものの考え方が極端、あ、当たってる。自然が好き、お、好き好き。街はゴミゴミしていて嫌い、ほんまやな。この年になったらそうかもな。おっしゃ、ほんなこれを購入させてもらいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。俺は8、末広がりの8番、わかりました、ありがとうございます。ほんなこれもぜひ、ほんな袋かなんか入れてもらって、はい、カバンに入れとくような形で運気は上がるような感じでいいんかな、はい。それで効果あったらまたこれ全部買いに来るわな、うん、このままね、5万とか8万、20万買いに来るわ。これすごいすごい。